うん、僕もね、どっちの方がいいですか、下が。ロープウェイをご利用いただきありがとうございます。このロープウェイは山麓駅から山頂駅まで長さ412メートル、高低差 172.78メートルを毎秒 3.6 メートルの速度で安全運転をしています。山頂まではおよそ3分、途中突風などで多少揺れることもございますので、お立ちのお客様は足元にご注意いただきますようお願いいたします。城下町岩国は今を昔、およそ400年前の慶長5年、西暦1600年、吉川博家公が関ヶ原の戦いの後、岩国に移封され、この地に城を築いてから城下町として栄え、現在では山口県東部の観光と工業の町として発展しています。錦帯橋は日本の三名橋として知られ、その周辺は国より名勝錦帯橋として指定され、公園内には国の重要文化財に指定された目方家の住宅亀甲神社、県の文化財に指定された香川家の長屋門や吉川家墓所のほか、金運閣、白山姫神社、樹齢300年といわれる東泉寺の画梁の梅など数多い遺跡名所が点在しています。当時出身の女流作家宇野千代の名作お藩の舞台となった町並みをそのままに残す城下、天然記念物に指定された白蛇など多くの観光資源により年間およそ250万人というお客様をお迎えしております。なお海側に見えます飛行場は平成24年12月に日本で2番目の軍民共用空港として開港しました岩国錦帯橋空港です。岩国城までは山頂駅より歩いて約5分、慶長13年吉川博家公により築城されましたが、幕府の一国一城の令によりわずか7年後に破却されました。現在の城は昭和37年に再建された桃山風南蛮造りの山城で、城内には刀剣や書画などが数多く展示されており、また天守閣からのパノラマなども楽しんでいただければと思います。お疲れ様でした。まもなく山頂ホームに到着いたします。お降りの際はお足元に十分お気をつけくださいませ。なおこのロープウェイは定時の場合15分ごとに発着しておりますので、どうぞご利用ください。ありがとうございました。